こんにちは、新田智介です。本日は奈良市近鉄奈良線の名駅駅から徒歩圏内の 1DK のお部屋の歌垣という物件のご紹介をさせていただきます。まずですね、こちらのダイニングキッチンですね、約7畳ほどございます。ダイニングテーブルなどを置いていただいて、使っていただけるお部屋となっております。キッチンの方ですね、コンロ2口備え付けのシステムキッチンとなっております。調理スペースやシンクの方も大変広々としておりまして、シングルレバーで非常に使いやすいキッチンです。上の方には水切り棚と、また収納の方ですね、上と下と十分にございますので、お鍋やフライパンもしっかりと収納していただきます。またキッチンのそばにこちら給湯器のリモコンございますので、温度変更すぐにしていただけます。またこちらのアパートはオートロック付きということで、1階のロビーの方からお顔を確認してお話ができますので、防犯面でも安心していただけます。はい、こちらのリビング、ダイニングキッチンの方に収納スペースございますので、こちらご活用いただけます。はい、そしてですね、こちらバルコニーの方が南向きとなっておりまして、大変日当たりのいいお部屋となっておりますので、お布団や洗濯物も、しっかりと乾かしていただけます。はい、また冷房の方ですね、1台備え付けとなっております。また奥のお部屋ですね、こちらは約3畳ほどのスペースとなっておりまして、ベッドルームとしてお使いいただけるお部屋です。キッチンスペースとはこういった形で染み出るようになっておりますし、開けていただくと下はバリアフリー、上の方まで、開放的なお部屋としてお使いいただけます。はい、そしてですね、こちらの収納スペース大変広くなっておりまして、クローゼットタイプですね、奥行きと横幅十分にございますので、ルイ等ですね、しっかりと収納していただきます。それではこちらの廊下の方に行きますと、まずこちらの方にお手洗いですね、はい、こちらウォシュレット付きとなっております。はい、またこちらの方は水回りとしまして、洗面台です、洗面所ですね、こちらの方には独立洗面台、シャンプードレッサー、その隣に室内洗濯機ですね。はい、また奥の方にバスルームがございまして、はい、こちらの方はですね、追い焚き機能の方と、また自動湯張り、上の方には浴室乾燥機で洗濯物を乾かすことができる、便利な機能がついております。はい、また廊下の方に戻りまして、奥の方に行きますと、こちら、玄関スペースですね、シューズボックス備え付けとなっております。上の方にも収納スペースがありまして、こちら便器は、人感センサーのある、照明となっております。はい、またまたご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。